開催が迫ってきたこちらです G7 仙台科学技術大臣会合がいよいよ今週末台白区の秋温泉で開催されます各国から集まる閣僚に贈呈される記念品の一つが立正宗公の騎馬像がモチーフとなったハンコです製作した宮城野区のハンコ店を取材しました宮城野区原野町にある創業60年のハンコ店千商堂です こちらの店で製作するハンコが、十二日から開催される。G. 7仙台科学技術大臣会合で各国から集まる閣僚に記念品として贈られることになりました。社長の庄司義孝さんが組合長を務める宮城県飲食業組合の働きかけで実現したということです。ハンコ文化っていう、そういうふうなものが日本にあるんだっていうことを、こう。 あの世界に向けて発信できるなっていうことで本当に喜んでおりますハンコは直径およそ1.5センチで伊達政宗公の騎馬像モチーフの下に G7 仙台の文字が書かれていますデザインは正治さんが考えました

こういったハンコ、まあ手肉もちゃんとお渡ししてますので、そういったところであの日本の印象文化を伝えてもらえればなと願っております。ハンコは手肉とハンコケースのセットにし、切の箱に入れて送られるということです。